マルグレーテ・アダンマークは、デンマークの王族。クリスチャン旧世王の孫娘にあたる。全名は、マルグレーテ・フランソワーズ・ルイーセ・マリーエ・ヘレーネ。クリスチャン旧世の三男、バルデマー王子とその妻で、シャルトルコー、ロベールの娘であるマリー・ドルデアンの間の、第五子、長女として生まれた。デンマーク王家はルター・ハシントだったが、両親の婚姻契約に基づき、 娘のマルグレーテだけは母と同じカトリック信徒として育てられた。一家は王室の末席に位置しており、四人の兄たちのうち三人が既遷結婚によって多い継承権を放棄している。1921年6月9日にコッペンハーゲンにおいてパルマ公ロベルト一世の息子ルネと結婚した。ルネはオーストリア皇后追加の弟である。この結婚に伴い、 デンマーク議会はカトリック信徒との結婚を根拠にマルグレーテ王女の多い継承資格を剥奪した。夫妻は子供たちと共にフランスで暮らしたが、1939年にナチスドイツのフランス侵攻が起きると国外に逃れ、スペイン、ポルトガルを経てアメリカ合衆国に避難した。1992年97歳の誕生日を迎えた翌日に、 コペンハーゲンで死去した。夫との間に三男一女を設けた。ありがとうございます。